金曜ラルボミラビリスです。今回は鶏皮1キロからチーを作ります。チーは中華料理やラーメンを作るときに使うと美味しくなる油です。基本的には鶏皮を焼くだけです。固まったのをほぐして無理やり焼いていきます。焦げ目がだいぶついて、そのままこう混ぜて混ぜて油がどんどん出る。だいぶ油が出てきます。塩コショウをします。美味しい塩コショウを使っています。貴族なので。これが鶏皮から全部出ています。ジャブジャブしてるのが全部油です。恐ろしいですね。ダイエットしてる時は鶏皮を取るのがよくわかります。ネギです。ネギの青いところを入れます。ネギを入れるといいらしいです。ネギ油みたいな感じね。鶏皮をカリカリにするとそういうおつまみになりますが、1キロあるので全然カリカリまでいきませんでした。本当は揚げ焼きみたいにしたいんですけど、ちょっと無理でしたね、量が多すぎて。肉を取り除いて残った油を瓶に移します。全然瓶のサイズが足りなくて油がすごく余ってしまいました。冷蔵庫に入れるとこの油が白くなりラードみたいになります。油を消費すべくそのまま焼きそばを作ります。白い粉末ウェイパーみたいなやつです。業務スーパーで買いました。茹でるタイプの中華麺があったので茹でます。皿に置けた具をドンします。味付けなくこの後適当にやってるはずです。でそのまま混ぜます。できました。恐ろしく美味しくできました。チーは冷蔵庫でしばらく持ちます。チーのある優雅な食生活がしばらく約束されます。皆様も豊かなチーライフをぜひ。ありがとうございました。